宮台ニュースです。宮崎大学木花キャンパスの敷地内に企業主導型の保育施設が完成しました。木花キャンパス内に完成したのは犬の森保育園。運営するのは株式会社宮崎エレベーターサービスです。エレベーターもインフラではあるんですけども、子育てもやはり社会インフラであると思うんですよ。でそういう、考えでですね、何かしらこう子育てインフラにこう力を注げないかなと、そういうきっかけから始まったのがもともとでございます。教育のスタートであるこの非常に早い保育の段階から教育を始めていただく、国家100年の大計、教育の素晴らしさというものをここで十分にやっていただきたいなというのが一つの夢でございます。どうぞ。施設は定員が最大60名で、調理室、医務室、そして看護師が常駐する病児保育室があります。また長時間の会所や日曜日、祝日の保育が可能です。12月1日からお子様がたくさん来るんですけども、それに向けていい保育ができたらなと思っております。利用対象者は宮崎大学の教職員に限らず、一般向けの地域枠も設けられています。以上、宮崎大学マルチメディアスタジオより宮台ニュースをお伝えしました。